はい、ということで今日は別のカフェですが、みんなと集合してグループライドに向かいたいと思います。今日のメンバーはキンタナ選手とビクター選手、ハンガリーチャンピオンとモビスターのアレックス選手、エウスカニーのロバト選手です。まずは下の町までみんなでウォーミングアップをしながら下っていきます。下ったところで今日のトレーニングのコースをみんなで話し合い、どこに行くかを決めます。まず最初にスプリンターのロバト選手と25分ぐらいの上りでペース走をしました。だいたいパワー的には320から50ワットで25分間走りました。それぞれのメニューを上りで消化し、みんなで折り返して次の上りへ向かいます。次の上りではだいたい15分から20分ほどのペース走を実施しました。だいたいこの時で400ワットぐらいで踏んでいたのですが、数分後にスタートしたキンタラ選手にあっという間に抜き去られました。速度差がやばすぎました。キンタナ選手に抜き去られた後は、キンタナ選手のスタッフでもあるジャックがバイクペーサーをしてくれたので、いい強度で登り続けることができました。そこからは皆で下ってカフェを目指しました。キンタナ選手とビクター選手が特に抜き出て下りが上手でした。近くを通るレースのチームスタッフがホテルに先回りしていました。みんなでレースを見ながらコーヒーを飲みました。そこからは最初に下ってきた道を登り返して家を目指しました。今日もいいトレーニングができました。もし動画がいいなと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。